はい、質問は、仏法は人生の羅針盤。ということはどういうことなんでしょうかと。はなちゃん、どういうことだと思います？仏法は人生の羅針盤。まず羅針盤って何かわかります？何かを指す、要するに先を指す。羅針盤って何かわかります？羅針盤、なんか時計みたいな形で。時計じゃないですよ、羅針盤って方位地震ですね。方位地震、方位だから方角を指す。そう、方角を指す、ね、方角を指す、ね、海に、昔はね、その海で旅行しようと思ったら羅針盤がないと方角が分からなかったんですよ。だから方角を指し示す羅針盤をね、持って旅に出ていったわけですね。ね、で、仏法というのは人生の羅針盤ってことはどういうことですか？何かをね、指し示しているってことですよね。はい、何を指し示しているんでしょう？自分としたら自分の、その方向を示してくれる。何を指し示してくれているんでしょう。仏法は人生の羅針盤。羅針盤っていうのはね、方向を指し示すものっていうことですね。その方向を指し示すっていうことは、何の方向を指し示すものなんでしょう。だから自分の生きていく方向。自分の生きていく方向、うん、何でしょう。どんな方向、どんな方向、どこへ向かっていくかな。どこを指し示してる。仏法はどこを指し示している。じゃあ五章、五章、うん、そうですね。五章なんてはっきり言ってあれじゃないですか。何にも指し示すものがなくても五章に向かってますから。何を指し示す？ね、ちえちゃん、何を指し示しますか？これしたいだね。ちえさん、ちえ子さん、どうですか？何を指し示す？仏法という教えは何を指し示す？真理と。何を指し示す？幸せの方向。うん、そうですね。幸せの方向を指し示す。ね。ということは、ね、仏法を聞かないとどうなっちゃうんですか？になる。どうして？どうして？仏法を聞くっていうことは、人生ね、人生っていうのは幸せになるための方向を指し示すってことですね。幸せの方向を指し示す。ね。
だから何度も何度も確認しないといけないんです。方位地震を見て、あれ、ね、よく子供とかがね、目をつぶって歩いてるんですよね。あ、今からちょっと帰り道目をつぶって歩くからねとか言ってね、目をつぶってこうやって歩くわけですよね。で、気がついたらさ、まっすぐ歩いてるつもりがね、左の方にこうどん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 傾いていってるとかね、そういうふうなこともあるわけですよね。ね、私たちは目が見えないものみたいなもの、ね、だからね、幸せの方向へ、幸せの方向へ進んでる、仏法を聞いてね、幸せな方向へ、幸せな方向へっていうふうに進んでいるつもりでも、ね、気がつくと幸せからずれているんです。だから何度もね、羅針盤を見て、あ、方角が間違っているなっていうことを確認してね、正しい方向に向かなければならない。なんで方向が間違うんでしょう、かなちゃん。あ、だから羅針盤を持ちながら歩いてるんだけど、うん、羅針盤を持ちながら歩いてるんだけど、私たちはね、幸せに向かって進んでいるつもりが、いつの間にか幸せじゃない方向に、ね、進んでいくようになる。だから自分の思いの方が強いから、幸せに向かって進んでいるつもりが幸せじゃない方向へ進んでいくね。どこに向かって進んでいくんでしょう。なんでね、方向を間違えてしまうんでしょう。あ、だから自分がそっちの方がいいと思って。そっちが嫌だ。ただその、なんていうんですか、幸せの方向に進んでいるつもりなのに、どうして方向を間違えていくんでしょう。どうして、なんか自分の思いのが強いから。自分の思いがどう、自分の思いがどう思う。思いがだから羅針盤の方向が示していても、なんか自分の思ってることの方が強くて、自分の思っていること、自分の思いがね、正しいと、ね、こういうふうに変わっていくんです。だから自分がいつの間にかね、気づいたら方向が変わっていた、ね、だけどその方向が変わっていった、その向いた先が正しいと思ってしまうってことなんですね。自分が右側にずれていった、右側にずれていったことが正しいというふうに思ってしまう、ね、だから私たちは幸せに向かって進んでいるつもりが、自分の考えね、自分の思いじゃない、自分の考えが正しいっていう方向に進んでいくんですね。正しい。だから方向を間違えるんです。だからいつの間にかね、自分の考えは正しいから、仏法を聞かなくてもいいっていうふうになるんです。
仏法をね、なんで聞かなくちゃいけないか。仏法を聞かなくちゃいけない一番の理由はですよ、ね、私たちは自分の考えが、ね、間違っているかもしれないっていうところにいつでも立てるようになるためなんです。それがいつの間にかね、自分の考えが正しいっていうところに立ってしまう。どうしてでしょう。なんで自分の考えが正しいっていう方向に立ってしまうんでしょう。はなちゃん、何度もね、だってね、仏法を聞くと幸せの方向はここだよっていう風になる。そうすると、あれ、私の進んでいる方向と違っているなっていうことで、そこで自分の間違いを反省して、ね、向きを変えていくわけですよ。だから仏法っていうのは定期的に聞かなければならないわけです、ね、ところが、ね、私たちはその自分の考えがね、その正しいと思うから方向を間違えていても、そこが正しい、そこが正しい、そこが正しいっていう風に生きていくようになるんです。なんで自分の考えが正しいと思うようになるんですか。だから今言われたように、うん、ちゃんとなんで自分の考えが正しいと思うようになるんですか。だから反省しなくて、その正しいと思うようになるから反省しなくなるんです、ね、正しいと思うようになるから反省しなくなる、ね、反省しなくなる、反省しなくなるから幸せに向かって進むことができなくなる。ね、私たちは自分の考えが正しいっていうところにいつも立ってるんです。だから仏法を定期的に聞かなければならない。でもなんで自分の考えが正しいっていうふうになるんですか。そこがポイントなんです。正しいと思うから、この思いが強いから幸せの方向からね、だん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 ずれていくわけです、ね、だから仏法を聞いて自分の考えは間違っていたっていうことで方向を改めていくことを何度も何度もしていかなくちゃいけないんです。でもなんで自分の考えが正しいっていう方向にね、進んでしまうようになるんですか。なんで分かんないときは清盛さん、はい、清盛さん、なんで自分の考えが正しいっていうふうになるんですか。まず地位が我々にはないから、はい、自分の考えが正しいっていうふうになるのはどうして。不安だからですか。自分の考えが正しいっていうふうになるのは、もし間違ってたら見捨てられると思うから。違う違う、自分の考えが正しいっていうふうに思うのはどうして。リエさん、仏法を聞いて幸せになれるって実感できないから。幸せと実感しても時間が空くと自分の考えが正しいっていう方向に進んでいくようになるわけです。で、自分の考えが正しいってことはね、方向が変わっても全部正しいってことなんです、うんね、だから仏法の方向に進んでる時はいいかもしれないけど、だん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 自分の考えで方向を変えていくわけですよ、ね、変えていった先が正しいっていうふうに思っちゃうわけだから、みんなね、仏法を聞きましょうって言っても普通は聞かないんです。なぜかって言ったら自分の考えが正しいと思ってるから、自分の考えが正しいと思ってるから仏法を聞かなくてもいいっていうふうに思ってしまう、ね、だけど、なんでね、正しいっていうふうになってしまうの。千恵子さん、この一番のもとは
番の音は、うん、責められたくないから。ああ違います。自分の考えが正しいと思う生田さん。なんで自分の考えが正しい。なんでこれが一番ポイントの自分の考えが正しいっていうふうに思う一番の理由。もし間違ってたらどうなっちゃう。人生無駄だったと。もう違う。間違っていたら、間違っていたら自分の考えが間違っているとしたらどうなる。不安になる。なんで、なんで不安になる。自分の考えが間違っていたらどうして不安になるんですか。自分に価値がないと、うん、自分の私たちには根本的にこうある信心がありますよね。ある信心が、どういう信心。なかなか分かんないですね。自分が死ぬと思えるようになった時に死にますよね。どうです、わかります？いやでも思えるようになったって言っても事故とかなんかだったら関係なくって、こんな事故なんて起きないって思ってるでしょ？いやわからないです。わからなかったらですよ。もっと不安になりますよね。わかります？いいですか？私たちの根本はね、死なないと。思ってる、ね、死なないと思っているから、死なないって今日や明日にもってことですよ。今日や明日にも死なないと思ってるから死なないんですよね。そうですよね。うん、まあ何もなければ死なないです。死なないですよね。何もなければ死なない。だから死なないと思ってる間は死なないですよね。いやそう思っていても何が起こるかわからないから。何が起こるかわからないけど今日や明日にはそれ起きないですよね。もう起きないと思います。起きないと思ってますよね。思ってる考えが正しいでしょ。だってさ、もしですよ、がんなんか宣告されたらどうです。がんは宣告されたらもう死ぬと思います。今言いましたね、死ぬと思えるようになるってことなんです。そうすると不安になるでしょ。はい、ね、死ぬと思えるようになったら死ぬっていうことですよね。本当に死んでしまうわけじゃないのに、死ぬと思えるようになったら死ぬってことですよね。ということは思えないうちは、死なないと思ってる間は死なないですよね。はい。ね。これなんです。これが私たちの考えの根本にあるんです。だから、自分の考えが、自分の考えというのは死なないと思っているという考えがもし間違っているとしたら、今でもがんに宣告されたような不安が襲ってくるということなんです。だって死ぬかもしれないってことでしょ。死ぬかもしれないってなったら不安になるんです。
でも今不安ですか？不安じゃないですか？不安じゃないです。不安じゃない。不安じゃないのはどうして？あ、死なないと思ってる。死なないと思っているし、その考えが正しいと思って、正しいと思っている。だ、私たちは自分の考えが間違ってると思えない。なぜか、考えが間違っていたら死なないと思っていても死ぬかもしれないって思うからです。皆さんはね、安心して毎日生きてるんです。なぜか、それは死なないと思ってるからなんです。死なないと思っているから死なないと思ってるんです。わかりますかね。自分が死なないと思ってる間は実際に死ぬことなんてないんだって思ってるんです、ね、死ぬと思えるようになったら死ぬんだと思ってるんです。死なないと思ってる間は死なないと思ってるんです。その考え方がもう絶対に間違いないと思うから、だから死が怖いから自分の考えは正しいっていうところに立ってしまうんです、ね、だから自分の考えと違うことを言われたりすると腹が立ちません？腹が立ちます、ね、こうじゃないかっていうことをね言ってくる人がいたとしたら腹が立つでしょ。なんで腹が立つんですか？素直にね、あ、そうかもしれないなって思ったらいいじゃん。でもそれがなかなか思えないよね。なんで？やっぱり自分の考えが正しいと思う。そう、自分の考えが正しいっていうふうに思うから。でもね、そのね、こうじゃないかっていう人の言ってることが正しいかもしれないですよ ね。自分の心をさらにして、そのこうじゃないかっていうふうなことを言ってる人の話をに耳を傾けることが大事ですよね。だけど耳を傾けることなく自分の考えと違っていたらすぐに腹を立ててね、それは違う、これが正しいんだっていうふうになる。それだけ自分の考えが正しいっていうところに立って生きてる。それはなぜか、自分の考えが正しければね、死なないからです。そしてもう一つは、自分の考えが正しい理由は、なんで自分の考えが正しいと思うんですか？もう一つね、死なないと思っているっていうことから自分の考えが正しい。もう一つは、なんで自分の考えが正しい。はい、わからないときは、はい、清盛さん。二つあるんですか？二つ、死なないと思っている、死なないと思っている、ちょっと出てこないですね。もう一つは、一つ、自分の考えが正しいっていうふうになるのはどうして？あ、なんか理恵さんが、あ、あ、陽子さん、歌で生きている。ヒントはね、死なないと思っている、これは何？これは、これは、これは無常というんですね。そうするともう一つは、無我ですよね。ん？無常に対して無我が、もう一つは無常。今この流れですよ。この流れでこうピンときてほしいです。無常ときたらもう一つ対になることがありますよね。常じゃないですか。
常は無常に対する対の言葉じゃないですか。いやいや、無常と来たら対になるものがあるじゃないですか。対になる、無常と来たら、あ、千恵子さん分かりました。無常と来たら、仏法で無常と来たら、もう一つね、人生の羅針盤だ、人生の羅針盤だっていうことはね、自分が死なないと思っている、心がね、死なないと思っているまま死んでいかなければならないっていうことが知らされていくってことです、ね、もう一つは無常と罪悪、うん、罪悪ですね。ということは何？自分の考えが間違っていたら、間違っていたら、認めたくない。間違ってたらどうなる？間違ってたら、ん、よくさん分かりました。罪悪、自分の考えが正しいところに立っている。なんで見捨てられるのが怖い。うん、林さん分かります、うん、林さんも自分の考えが正しいところにすぐ立ってしまいますよね。はい、なんで、なんで、なんでがというか、なんで自分の考えが正しいところに立ってしまうんですか。なんで、なんで自分の考えが正しいところに立ってしまうんですか。もし自分の考えが間違っていたとしたらどうなる。間違っていたとしたら、ね、自分が善だと思ってやったことが悪かもしれないっていうふうになるってことなんです。正しいと思ってやっていたことが間違っているかもしれないっていうふうになるんです。もし私が間違ったことをやったとしたらどうなる。どうなる。間違ったことをやっていたとしたら、どうなる。Dさん、どうなる。間違って、私たちは自分の考えが正しいところに立っている。ね、正しいところに立って何をしてる。攻めてる、うん、相手を責めてますよね。相手のが間違、それは自分が正しいところに立って間違っている人を責めてるわけですね。もし間違っている、自分の考えが間違ってるかもしれないっていうふうになったらどうなる。自分が責め
られているように感じる、うん、で多くの場合人はですね、そのなんで自分がそういう結果になるかわからないけどね、罰を受けたくないか、罰を受けるんじゃないかと、こういうふうに思っているってことです。わかりますか、罰を、つまり例えば地獄に行くんじゃないか、悪い結果がやってくるんじゃないか、不幸になるんじゃないか、嫌なことが起きるんじゃないか、苦しい結果を受けるんじゃないかっていうふうに思う。そうでしょ、例えば花ちゃんだったらね、プーチンさんを見てあいつは地獄に落ちるとかって思いません？いや、思わないです。思わない？あ、本当ですか。なかなか素晴らしいですね。普通の人だったらあいつには、あいつはあんな悪いことをしてるから絶対に良くない結果が起きるぞ、今はいい結果を受けてるかもしれないけど死んだ後きっと地獄に落ちるんじゃないか、こういうふうに思ってるっていうことです、ね、それは自分が 100% 正しいところに立っているからできる、ね、100% 正しいところに立っていたら間違っている人が傷ついてもいいっていうふうに思うってことなんです。今ね、4630万円のね、そのお金をね、間違って入金された人が捕まりましたけど ね、みんなね、その4630万円の盗んだ人っていうかね、盗んだ人のことを非難してる。で、それがね、4300万円返ってくるとなったら ね、役場の人をね、電話かけて責めるんです。でもそうやったらね、いや、その人たちから見たら役場の人たちは悪いことをしている人になるわけ、ね、その人がね、なんで罰を受けないんだ、なんであなたはね厳しい結果を受けないんだ、そういうふうに責めてるんです、ね、その人たちにとってはね、悪いことをした人は罰を受けて当然だっていうふうに思ってるってことなんです、ね、自分が正しいところに立って、ね、間違っている人を見た時にその人が、ね、罰を受けるべきだ、つまりその人が自分が電話をかけたことによって精神的に傷ついたとしても苦しんだとしても嫌な思いをしたとしても、いや関係ないんだっていうふうに思ってる心がある、ね、どうです、自分が正しいところに立ったら相手が嫌な思いをしたとしても何とも思わない心ってないですか、ね、自分が正しいところに立ったらね、例えば自分がお金持ちになったとしたらね、人を顎で使ってる人とかいるじゃないですか。その相手の人が嫌な思いをしたとしても、ね、私は正しいんだ、私は力があるんだ、だから相手がどんなに嫌な思いをしたとしてもそんなこと関係ないんだっていうふうに思う心があるわけです、ね、だからあのプーチンさんが苦しめとか死ねとかね、暗殺されたらいいのにっていうふうに思う心があるわけですよ、人には。そうやってね、相手を悪者にできるのは自分が 100% 正しいと思ってるからなんです、ね、この2つ、ね、この2つによって私たちは正しいところに立ってるんです。だから仏法を聞いていくとどうなる、花ちゃん
仏法を聞いていくと、自分の仲良くなっている、うん、仏法を聞いていくと死なないと思ってるけど、ああ死ぬかもしれない、そう死ぬかもしれないんだな、いうふうに分かる。だから自分がね死ぬんだな、死ぬんだな、実際に死がやってくるんだなということが感じられるようになっていく。もう一つは、もう一つは、もう一つは、あ、だから自分が良い方向に、もう一つは自分が 100% 正しいところに立てなくなる。たとえ相手から何か嫌なことをされた、言われたとしても腹を立てて、本当にこんなことするなんてひどいわねっていうふうには言わなくなる、言えなくなる、言わなくなるんですよ、言えなくなる、ね、私にも間違っているところがあるなと、私にも悪いところがあるな、こういうふうに思えるようになっていく。これを仏教で何と言うんでしょう。このようになることを、じゃあ清盛さん、これをいいですか、死なないと思ってるけど死ぬんだなっていうふうに思えるようになっていく。ね、そして自分は間違ってないって思うけど、でも間違ってないと思ってるだけで間違っているんだなっていうふうに思えるようになることを、なんと自力が減っていく、うん、これを南無阿弥陀仏っていうんですね。南無阿弥陀仏っていうふうに言うんです。この阿弥陀っていうのはですね、ね、無量寿という意味と無量光っていう意味があるんです。無量寿っていうのは永遠の命を持たれた仏様、永遠の命を持たれた仏様に触れると、私たちは自分の命がどんなに長くても100年生きようが200年生きようが、ああ、人生って儚いな、人生って短いな、人間って必ず死んでいかなければならないなあっていうことが知らされる、見せつけられるわけです、ね、人は必ず死んでいかなければならない、どんなに死を遠くにしてもね、人生なんてあっという間に過ぎ去っていくっていうことがわかる、ね、無量光っていうのはね、その圧倒的な善を知らされるってことなんです。だから自分が間違っていることが知らされる、ね、それをね、ナムっていうのはですよ、自分が間違ってると思いたくない、
自分が死んでいくと思いたくない、そういうふうに思っている私たちがナムっていうのに心から頭が下がる。何に？死ぬんだな、人間って死ぬんだな、ね、死ぬんだとなったら花ちゃんどうなる？死ぬんだなってなった、やるべきことになった、死ぬんだなってなったら、このままでは死ねないってなるんです。あ、そうなんだ。そんなね、うん、いいよ、今死んでもいいよ、どうせもう私こんな年だから死、もう死ぬんだっていうふうにはならないんです。死ぬんだってなったらね、いやーこのままじゃ死ねないなと、ね、なんとかしてね、心明るくなりたい、幸せになりたい、苦しみから離れたいっていうふうになる。そしてね、自分が間違ってるっていうことが知らされるからね、本当に善がしたい、心から善をやっていきたいっていう気持ちになる、ね、だから南無阿弥陀仏となるとね、自分の考えが間違っているってなってね、ね、人間は必ず死んでいかなければならないから、だから生きてる間少しでも善をしよう、善をしていこうっていう気持ちになっている、ね、これが仏法を聞いて幸せな方向に進んでいくってことです。幸せになるためにはね、善をしなければならないんです。でもね、善をするっていうのは一回自分の考えは間違っているって認めなくちゃいけないんです。自分の考えが間違っているって認めて初めて本当に善をしようっていう気持ちになっていくんです。だから仏法っていうのは定期的に聞かなければならない。なぜか、人間は必ず死ぬっていうことをね、知らせてもらわなくちゃいけない、ね、だから時間は大事だしね、この残された時間を大切にしなければならないという意識を持ってもらうためです。そして何をしたらいいか、生きてる間少しでも善をしていかなければならない、善をしようと、それが幸せの方向っていうことなんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、はい、じゃあ